はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ですね、週末イベントということで、当チケットが、宝箱から出現する確率が、まあ、超アップしていると。さらに、隠しステージ。まあ、要は、あれですね、激怒、雷神鬼の、ステージの出現率が 100% だと。もうこれはもうやるしかないということで、行きたいと思います。もう今日で、クリアしたい。はい、クリアできる。いやーでもしたいな。さすがにもう、クリアして、で、ちょっと、さらにゼウスでね、通常の、この、雷神鬼のとこ、ステージクリアしたいので、なんかゼウスでやると、本当に隠しステージより何倍も難しいとか言って、さらに難しいらしいですね。隠しステージよりさらに難しいという、もう恐ろしい、現状なんですが、まあ、ゼウスはなんとかこれ、濃厚でクリアしたいな。隠しステージと、引き継がれちゃうので、待って、大丈夫かな？いや、なんかもう隠しステージやった後だと、簡単に思えてきてしまうけど、難しいんだよね、本来。本来っていうか、まあ、普通にやられる可能性はあるんだけど、なんとか一発でいきたい。そしたら隠しステージ確定なんでね。いや、確定ほどいいやつないわ、本当に。ちょっと待って、あ、やばい、あ、あばばばばば、あばばばばばば、危ね、あっぶね。あ、やられる。じゃあ、隠しステージまでカットします。よし、これで確定。一回やられちゃいましたけど。まあ、これでまあ、確定なら大きいな。オッケー、行きましょう。いやー、確定っていいわ。さあ、行くぞ。とりあえず、青鬼が降ってきたところ、雷神鬼が降ってきたところで考えよう。どっちから降ってくる？まず、ここじゃ降ってこないところで、とりあえず左行こうか。あー、なるほど。こっちにいるのか。で、とりあえず基本壁沿い歩いて、で、おっと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 、危ない！で、まずはとりあえず、まあ、今日クリアまで行きたいね、100% だから。さすがに、今日クリアしないと、最終日とかになっちゃうからね。いや、でも最終日だったらダメなんだよ。ルシファー、覚醒させたいから、さすがにね、ちょっと、最終日にクリアだともう、覚醒させるね。まあ、多分後日もあると思うんだけどね、青野と絶対。これで、覚醒させないわけないから、多分、何日かまた新しく封刃とか出てくるからいいんだけど。で、こっち行ってみようか。ちょ、待って、まず、一回落ち着いて、一回落ち着いて。で、どこだ？引き付けないといけないってコメントで書かれていたので、引き付けましょう。でもその間に来るんだよな、多分。これ。来るかな？こっち来い、こっち来い。危ない。そろそろ雷神が来る。まずい。一回待つか、一回待つのもありだけど。引きつけて、とりあえず引きつけて、まあ、いや、一周しようか、一周しよう、これ逃げよう、全力で逃げよう、これはさすがに全力で逃げて、やばいな、ドッキリが来てる、やばい、なるほど、こういうやばさもあるのか、これはもう突っ込むしかないか、行くしかない、これもう間に合わない、まず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 、行く、行こう、よし、いける、そしてライジオンにいるけど突っ込みます、行ける、来た、あー、くそー、もう一回、いや、ほんとになんか多分あんまり実況できてないのが申し訳ないんですけど、うん、クリアを最優先になってしまう。なんか12日までって考えるとやっぱりなんかもう焦っちゃうよね。裏ステージだともう一生だけど、まあでも多分、まあさっきも言ったけど、何かしらの、絶対その、追加、ね！止まるのやめて。で、あるよね、ここに。あ、こっちだった。オッケー。スイッチ押す。来た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 。3段階、3段階、3段階、来たよ、3段階来たよ。で、どこにある？スイッチどこだ？スイッチどこだ？ごめん、無言になる。お許しを。見えんかったー、もう指で見えんかった、あー指で見えんかった、指で見えんかった、さあ、第3段階いけるか？第3段階来たぞ。で、だいたい後ろにあるんだよ。ここ、ここ。で、今度は指ちゃんと気をつけて。指見て。指見て、指見て、ちゃんと指見て。うっす！ばっか！来た、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 来た。頼む。もう終わりにしよう。ラストだ。ダメだー！
ありえる、ありえる、ありえる、可能性、可能性、可能性、確かな可能性、可能性、これで終わらせよう。よっしゃー！よかった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 、やられたけどよかった。よっしゃー！よっしゃー！無敵、最後やられたけど大丈夫だった。やったー！マジで長かった。やっば、超面白い。はい、ということで、無事隠しステージクリアすることができました。まあでもこっから残り2日かな。はい、2日でなんとかちょっと、残り9回クリアしてルシファー完全究極体にしたいので、はい、我のために滅びよ。はい、やった。ちょっとこれごめんなさい、ネタバレと防止のためにちょっとこんな感じでちょっと名前しておきます。はい、さあ行きましょうか。一応まあ多分大丈夫だと思うんですけど、投稿するの次の日なんでね、まあネタバレにはなんないと思うんですけど、一応名前をね変えておきます。ということで、やったよ、やっと入手することできた。あー、これ多分ランダムマッチあれだね、ボット部屋なので、まあ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 いいでしょう。てか、久々の通常ステージになるかもしれない。多分、動画では多分、風神雷神の時の動画で、まあおそらく、多分通常ステージやってると思うんですけど、風神雷神撮ったのが3日ぐらい前なので、ちょっと通常ステージを最近ちょっとできてなかったので、久々の、あ、違うわ！普通にやってたわ！トーチケット入手する時にやってたわ。トーチケット集める旅の時に、まあやりましたが、さあ、来たよー！でもこれボット部屋かな、プレイヤー部屋がいいけど。あ、来た来た、オッケー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 。いやー、やったルシファーは、これは、いやでも多分青の塔まだあると思うんですよ。あるっていうか、もし一旦青の塔が終わったとしてもまた再出ゲームすると思うんですよね。さすがに、なんだろう、結構本当に今までっていうかね、青にずっとやってきた強者さんでさえまだルシファー入手されてないっていう方もいるぐらいだから、さすがにね、これで、はい、終わりじゃないから、まあ多分昨日の動画見てもらえばわかると思うんですけど、まあおそらく風神が出てくると思うんですよ。もしかしたら、この次のイベント、もうすぐにもう風神が来るかもしれないし、いやーこれ初めてルシファー見るわ！あ、嬉しい！ね、雷神がさ、その、雷神と風神でもそのまますぐ出てくるかもしれないし、また、夏休みとかね、そこら辺で出てくるかもしれないし、まあ、何かしらの形で、まず出てくるんじゃないのかなと思います。いやー、ルシファー嬉しい。そしてガスマスティン。イエスイエスイエス。イエスイエスイエス。いや、これ、今度から僕多分使うんじゃないかな。何がいいって、ルシファーあれなんですよ。ちっちゃいから、動かしやすいっていう、操作性は非常によろしいので、うん、これは使ってて、でかい系もいいんだけど、やっぱりなかなか、その操作が難しいと。うん、っていう感じなんでね、ちょっと、あれかな、その使うとしたら、ルシファーかな。これはすごい使いやすいし、かわいい。いや、横もいいし、後ろもいい。やっぱりさすが、ね、多分、過去最高難易度のステージの報酬なだけある。まあ、でも僕的に、僕は、裏ステージの方が苦手。うん。多分人によっては隠しステージの方が難しいっていう人もいると思うけど、僕は裏ステージだな。でもね、他の人からしたらなんか裏ステージ簡単っていうかね、結構クリアしてる人多いんですよね。だから多分僕が裏ステージが苦手なんだと思う。本当に。まあでも隠しステージも難しかったけどね。まあ、おお、今、青地系、出やすいからね。いやー、よかった。なんか、このさ、言っちゃあれなんだけど、いや、すごいいいスキンですよ。いいスキンなんだけどさ、ルシファーのさ、この後ろのピンク正面から見るとさ、わかるかな？ボタンピッて押したらさ、ヘリコプターのプロペラみたいなのが、ファーンって上に飛んでくやつ。わかります？そういうおもちゃあるの。それにすごい見えて仕方ない。いいスキンだよ。いいスキンだよ。先に言っとくよ。多分これからも使ってく。うん。でも、若干、
ポチって、ピッて押したら、ファーンって上に、わかるかな、おもちゃで。それにすごい似てる。ナイス !Thank you, ナイス。アンさんですね。僕、アンさんの大ファンなんですよ。でも多分、ボットなんだろうな、あれは。うん。いただけるかな。来たぞ来たぞい大丈夫ぞい極刑ぞい安心しろ。私はここにいる。誰からも狙われない。そう、なんて言ったって私はルシファーだからね。ルシファーは誰からも狙われない人間なのだよ。はっはっは。わっちょっと待って、大丈夫。おつけ来るか来るか。いや、来ない、来ない、来ない。私が狙われるはずないのだよ。あ、あのキラキラを他の人に譲る。無理だよね。いやー、裏、みんなガスマスクやっぱ持ってるか？いや、持ってない人もいる。これは、ちょっと待って、一旦ここにして、OK。さあ。危ない今危なかったですね。今ギリギリでしたぞ。はい、よし。いやー、これはね、いや、隠しステージに比べたら、青鬼など、この狭い空間で青鬼と戦うことなど、余裕じゃないわ。超難しいわ。大丈夫。つけ、よーし。一旦ここで待とう。一旦ここで待って、離れた方が狙われはしないんだけど、結構みんなガスマスク使ったでしょ。これで。でも、この裏ステージさんがまだ使ってないはず。この人がちょっと怖いかな、個人的には。他の人は結構ガスマスク使ったはずだから。まだまだまだ、ここじゃない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 。マジか、うまっ、うまくない、え、うまっ、はぁ、すごい。ウラウラステージさん逃げ切ってたねはい、ということで、まあ、とりあえず今回は、本当にありがとうございます。もう無事、各自ステージクリアすることができました。で、多分今日かな？今日だと思うんですけど、夕方とかに、各自ステージの、まあ、クリアのコツみたいな感じをちょっと投稿できればなと思っておりますので、よかったら、そちら見ていただけたら嬉しいです。で、あとですね、まだ皆さんお忘れではないと思うんですけど、明日、ゼウスで、ゼウス王に挑んでみたいと思います。まあ、各自ステージの何倍も難しいとは聞いてるので、正直地獄になるかなと思うんですけど、ちょっとぜひ見てくださると嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。よければ、高評価、チャンネル登録、あとベルマークですね。そこが一番多分重要ですので、よかったら、よろしくお願いいたします。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。